Yo, what is up, YouTube? Iron Man, so we back with another Lost Judgment video. So yeah, man, we haven't played in a bit. How long has it been already? I have no clue, but yeah, I put a good chunk into this game. Damn, wait, what? Oh, that's not the Kaito files. This is the Kaito files. Yeah, so it's almost been a month, so. Yeah, I've been busy with stuff. So, yeah, here we go, man. Let's just continue on with the story. I kind of remember what happened last episode. Kaito came across, like, kind of like an old face in this new case. I accidentally rhymed, but yeah. All right, man. Not gonna do too much. I'm not gonna really do commentary anymore. But okay, it's showing me how to use the map. Shouldn't everybody that has this game already has the DLC already know how to use the map? I mean. Okay. All right, y'all. Let's continue. Though. Yeah, I don't know what to say right now. So, just kind of drawing blanks. But yeah, let's just get into it, man. So we can finish this ASAP because we have so many games. We have a lot of games to play. And yeah. Yeah, nowadays I can't really keep up, man. Because life. But I guess that's just how it is, man. Like, all these games, all these things to do. There's definitely a lot of stuff to do. Okay, I hear a cat. So, what do we use again? Primal Ear? There you are. Toreko? Okay. How are y'all? Yeah, enjoy the video, so yeah.兄貴、今ちょっといいですか？おお、東か。どうしたんだ？あ、いや、それがさっきシャルルから電話がかかってきた。先日話しましたよね。妙なガキがうちのゲーセンで兄貴を探してたって。ああ、そんなこと言ってたな。なんかそのガキがまた店に来て、客と揉めてるみたいなんです。ちょっと見てきてもらえないですか？は？なんで俺が？そんなのそっちで処理しろよ。いや、それが今店に女の子のバイトしかいないんです。俺も新店舗の打ち合わせがあって。なんで俺がガキの面倒なんか。そのバイトの女の子、現役女子大生なんです。お前な、俺がそんな餌で釣られると思ったか？
結構可愛い子なんですけど、彼氏いないんです。間違いねえのか。ねえ、しかもヒゲフェチで、ヒゲの生えたたくましい男の人が好きだそうです。仕方ねえな。女の子が困ってるってなら、いや、弟分が困ってたら助けねえわけにはいかねえな。すみません、お願いします。兄貴だけが頼りなんです。見てから喧嘩売れっす。つれえ。負けんじゃねえぞ、ぶっ殺しておれ。おうおう、派手にやってんな。お嬢さん、俺が来たからにはもう安心だ。ヤクザ？いや、ヤクザじゃねえ。オーナーの東に言われてきた。どういう状況だ？あの男の子が私を助けようとして、私がしつこく絡まれていたから。迷惑だろ、このブサイクが。ナンパするなら鏡見てからにしやがれ。んだ、だからガキ。トロいんだよ、チンピラ。ぶっ殺してやるよ、クソガキ。少年、下がってろ。おい、下がってろって。危ねえだろ。え、まさか、おい、気絶してんのか。おい、お嬢さん、そのガキを脇にどけといてくれ。ああ、はい。おい、ゴリラ、邪魔すんならてめえから殺してやるよ。ぶっ飛ばしてやるよ。
とっとと失わ。クソゲー。おい、起きろ。あれ人助けは関心だが、ガキが大人二人相手は無茶だろう。おい、大丈夫か？頭でも打ったか？あれ？お前、前にどこかで…あんたは松金組の海藤正春だな。あ、そうだが、松金組ならとっくに抜けたが。俺は貞本純、あんたを探してたんだ。貞本？その名前どこかで。あ、お前、ミキコの？ようやく会えたな。松金組のヤクザだって聞いてたからさ、それらしい連中に聞いて回ってたんだけど、解散したとか聞いてびっくりしたぜ。おい、ミキコの息子がなんで俺のことを探し回ってんだ。海藤正春、あんたに俺の母ちゃんを探してほしいんだ。何？昔、母ちゃんとこの町で暮らしてたあんたなら探せるんじゃねえのか。いいか、お前の親父にも同じこと頼まれたがな、俺はその忙しいんだ。え？親父もあんたに？って、おい、どこ行くんだよ。帰る。待てよ。おい、待ちやがれ。あんた母ちゃんの元恋人だろ。白状すぎんだろ。今は赤の他人だ。けどもし生きてるなら2年間も連絡よこさないんだぞ。なんか事件に巻き込まれてるかもしれないだろ。そうか、案外楽しくやってんじゃねえのか。手間のかかるガキと離れられてな。は？ちょっと待てよ、母ちゃんは俺を捨てたりしねえ。しし、親父さんのところへ帰れ。あんた、母ちゃんに昔捨てられたから会いたくないだけじゃねえのか。母ちゃんが残した日記で見たんだ。母ちゃん、あんたにヤクザから足洗ってくれってずっと頼んでたんだってな。仇になって結婚するためによ。だけどあんたは松金組の鉄砲玉として勝ち込みに向かった。母ちゃんの静止も聞かずに死ぬかもしれないのに。だから母ちゃんに呆れられて捨てられたんだ。そりゃ合わす顔ないよな。やんのか。ガキがませたこと言ってんじゃねえよ。とにかく今の俺には関係ねえことだ。お前もお前の母ちゃんの子供な。俺が母ちゃんとあんたの息子でもか。それでも関係ないってのかよ。あ、なんだって。俺はあんたと母ちゃんの息子かもしれないんだ。おいおい、今度は何言い出すんだ、このガキは。日記に書いてあったんだ、母ちゃんがあんたと別れた頃の日記に。日記に？ああ、あんたが母ちゃんじゃなくて松金組を選んで別れちまったから、きっと言えなくなっちまったんだ、腹ん中にいる俺のことを。
ふざけんじゃねえぞ。ふざけてねえ。俺はあんたが親父だって信じてる。お前な、バカな嘘は。だから俺はあんたのところに来たんだ。あんたと一緒に母ちゃんを探し出して、母ちゃんの口から本当のことを聞くためにな。Hey man, I should have done this all last episode, bro. Now this shit's only 16 minutes. Should I just make this a 16 minute episode? Probably not, huh? I'll just call it chapter 1 to 2. Like, I've done this before already with the original Last Judgment series. But yeah, that's pretty crazy, man. This dude might be Kaito's son. I like where this story is already starting off hella strong. I ain't gonna lie with you, bro. I love it already, man. First hour in. Ooh. All right, man. Damn, bro. Kaito was really he really had that back then. Man. All right, man. Nakunattahazunotsuma.貞本美希子を探してほしいと海藤の元を訪ねてきた依頼人貞本京也。美希子はかつて海藤が愛し交際した末に別れた女性だった。そんな貞本の依頼を断る海藤の前に次に姿を現したのは貞本京也の息子貞本純だった。純は海藤に告げる。俺はあんたの息子かもしれないと。あの頃俺が所属していた松金組は対立組織との関係がこじれ一触即発の状態にあった。その日俺はトラブルだという組からの電話を受け急いで事務所に向かっていた。おい、トラブルって何が？勝ち込みだよ。それも女のな。え、女がうちに勝ち込みを？ああ、組長が来るまで帰らねえとか抜かしてよ。めんどくせえことになってる。見ろ。ふざけないで。いたたたたた、どうにしやがんだろ。ああ、ご苦労様です。話すよ、このブエ。あんたら、真帆に手あげるってならこいつの腕へし折るよ。お姉ちゃん、まずいって、やばいってば。おい、これは一体何の騒ぎだ。なんで堀田がやられてんだよ。こんなゴリラみたいなの呼びつけて力ずくで押さえつけようってわけ？お前ゴリラってな。何があったんです？そこで縮こまってる女がうちでケツ持ちしてるホストクラブにはまってよ。そのツケが払えねえってんで今日からキャバで働くことになってたんだが、いきなりあの女が殴り込んできたんだ。はあ？それうちは別に悪くないっすよね。まあそうなんだが、文句があるらしい。来月からお前がケツ持ちするキャバだ。なんとかしろ。マジっすか。
堀田、どうしてこうなった。この女がいきなり俺を締め上げてきたんだよ。ああ、いたたたた、正当防衛よ。悪いのはこいつ。はいはい、言ってることが真逆じゃねえか。何見てんのよ。そう怖い顔してちゃ美人が台無しだぜ。は？ここはお互い笑顔で話し合おうじゃねえか。酒でも飲みながらよ。話し合えばきっと分かり合えるさ。お、そうだ、近くにいいバーがあってな。ナンパなら外でやって。わ、悪かった。こりゃ動かないで。力ずくでどうにかしようってなら、この男の関節がへし折れる音を聞くことになるよ。わかったわかった、とりあえず落ち着け。お？ん？さてと、これか。おい堀田、なんでこんなことになってんだよ。この女がいきなり事務所に殴り込んできたんだよ。妹を返せってね。それじゃあ妹さんは先に事務所にいたのか。今日からうちでケツ持ちしてるキャバで働いてもらうことになってたからね。この女いきなり殴り込んできたと思ったら、親父に会わせろとか抜かしてよ。留守だって言ったら親父呼べだろ、部屋でマスターの騒ぎ出して。だって下っ端と話してもらちに開かないでしょ。その威勢のいい女の妹さんだっけ。殺さないで。いや、そう怯えなくても。いたたたたたたた、魔法に手出さないで、へし折るよ。ことだったね。何が何だか気がついたらこんなことになってて。誰も見てなかったのか。分かるやつはいねえのかよ。仕方ねえ、やっぱ現場調べて判断するしかねえな。朝一で手に入れたあれが見つかっちまう。こ
こんなことなら事務所じゃなくてコインロッカーにでも入れとくべきだったぜ。兄貴たちに見つかったら絶対分けろって言われるし、頼むから皿の方は見ないでくれ。さてと、ナンパなら。なるほどね。事情はよく分かったよ、夏目美希子さん。女の勝ち込みだって聞いたから何事かと思ったが、どうやらあんたら姉妹はこの状況に限って言えば被害者だったみたいだな。え？血の気の多いやつばかりで、あんたも困ったろ。あんたらには俺から謝罪させてもらうよ。何が言いたいの？あんたが事務所に乗り込んできたのは、妹さんの借金踏み倒して連れ帰ろうとしたわけじゃなかった。少なくとも殴り込みするつもりはなかったことだけは確かだ。こいつを見てくれ。あんたの履歴書だ。だから、だな、これが結果としてあんたがやろうとしたことを証明してくれるわけだが、その前にあんたが事務所に殴り込みじゃなく話し合いに来たってことをこいつらに分かってもらう必要がある。回りくどい。結論から話して。その菓子折り、あんたが持ってきたんだろ？つまり、少なくともあんたは殴り込みじゃねえ、話し合いをしたかったってことになる。あなた、ただの筋肉ゴリラじゃないみたいだね。それで？だが、その話し合いは残念ながら失敗に終わったみたいだな。その原因が何だったのかは
こいつを見ればわかる。あんたの妹さん、胸元のボタンが外れてるな。菓子折りまで持って話し合いに来たってのに、堀田がいきなり妹さんの胸ぐらにつかみかかった。だからあんたは妹さんを守るために堀田を締め上げたってわけか。へえ、あなたヤクザなんかより探偵とかの方が向いてるんじゃない？ヤクザ引退するようなことがありゃそれもいいかもな。だがな、ミキコさん、今回の件、あんたの妹さんにも非があることは確かだ。そうだろう？サービス利用したらその対価を支払うのが筋だ。そこは分かってくれるな？そんなことは分かってる。そもそもお金を返さないなんて一言も言ってないでしょ。あ、そうなのか。この子、真帆は地元の短大に通ってるの。東京のキャバクラなんかで働き出したら単位なんて取れない。真帆にはちゃんと卒業させて、普通に就職させて、普通に幸せな生活を送ってもらいたいの。だったら実家のご両親にでも借金立て替えてもらうか。それは無理。うちの両親超石頭なんだから。ポスト言ってたことがバレたら感動されちゃう。いや、自業自得だろうが。要するにお金を払えばいいんでしょ。300万。今日はその支払い方法について相談に来たのよ。それなのにこいつ、いきなり真帆につかみかかって。あんたの妹、名前言うからだろ。なあ、ミキコさんよ、どう払うつもりだ。300万も払うあてあるのかよ。私、新宿で働いてるの。昼は普通に OL やってるけど、夜は結構自由に使える。学生の時は接客業だっていろいろしてたの。水商売の経験はないけど、バイトしてたカフェでは3年連続ベスト接客賞を取ってる。キャバクラで働くなら妹よりは向いてると思うけど。はい。あんたまさか。私がこの子の代わりに働く。あんたたちが大好きな筋ってのもそれで通るんじゃない？それがミキコとの出会いだった。ミキコはその性格の明るさと切符の良さからあっという間に人気を獲得していったが、生来の気の強さもあってよく客とトラブルを起こした。彼女のケツ持ちをすることになった俺は、しばしばミキコの起こすトラブルに対処するようになっていった。なるほど。それでそのミキコって女が代わりにキャバクラで。妹さんのためとはいえ、よくそこまでやりますね。あの二人、幼い頃に両親を交通事故で亡くして身寄りがなかったらしい。その後今の両親に養子として拾ってもらったようだが、今でもミキコにとって妹さんは唯一の肉親なんだとよ。なるほど。だったら分からんでもないですね。親父はなんて？お前がしっかりケツ持って完済させるなら文句はないってさ。そうですか。だったら兄貴、その女に逃げられねえように気をつけないとですね。それなら心配はねえ。ありゃ約束破って逃げるような玉じゃねえさ。俺にはわかる。何しやがんだ。うちはおさわり禁止なの。言ってもわからない客には出てってもらうよ。お前俺にこんなことしてただで済むと思ってんのか。あんたこそ
桃子ちゃんに手出してタダで済むと思ってんの？ミキコちゃん、もういいって。私は大丈夫だから。桃子ちゃんは隠れてて。この女、やっちゃっていいっすよね。ああ、好きにしろ。東、急用ができた。また今度ね。兄貴？ミキコ！用心棒だ。この女のクレームなら俺が聞くぜ。てめえ、このバカぶっ殺すぞ。あの子がひどい目に遭いそうなのを見過ごせなくて。いいさ、そのために俺がいるんだ。かっこよかったよ、私の用心棒さん。ここがあんたの事務所か。大門はねえの？チャカとかは？だからもうヤクザじゃねえ。ここは俺が働いてる探偵事務所だ。はあ、そうなのか。んだよ、全然片付いてねえじゃねえか。汚ねえな。おいガキ、とりあえず座る。ガキじゃねえ、純だ。あれ、これお前の親父さんが忘れてったもんだ。ふん、そうか。で、さっきの話の続きだ。なんだ、
お前が俺のガキだって？ガキじゃねえ、息子だ。日本語は正しく使えよ、おっさん。まあ、とりあえず話聞かせろや。お前の母ちゃん、ミキコについては親父さんから聞いてる。親父さんはミキコが生きてるかもしれないって言ってたな。ああ、あの母ちゃんが自殺するわけないからな。ずっとおかしいと思ってたんだ。だが、DNA 鑑定の結果は一致したんだろ？だったら、さすがに生きてる可能性は低いと思うけどな。母ちゃんは何かの事件に巻き込まれたんだと思う。事件？自殺はでっち上げでさ、母ちゃんはどこかで生きてるんだ。 DNA 鑑定だってでっち上げだ。それで、なんか事情があって連絡できないんじゃねえかな。そこまで言うからには、なんか心当たりあるんだよな。仕事でトラブルに巻き込まれたとか、それで悪い奴らに捕まってるとか。あまりはっきりして根拠はねえみたいだな。だが、仕事のトラブルか。そういえばお前の親父さんが、ミキコは仕事のことで悩んでいたようだって言ってたな。ミキコは何の仕事をしてたんだ？カフェをやってた。カフェのオーナー。へえ、カフェを自分で経営してたのか？おう、結構繁盛してたぜ。母ちゃんやり手だったからな。そうか。じゃあ仕事の悩みってのもカフェのことかもな。心当たりないか？時々たちの悪い客からクレーム受けたり、店の買収持ちかけられたり、そんなので悩んでたけど、自殺するような悩みじゃなかったと思うぜ。で、お前が俺のガキだってか？日記を見たとか言ってたが。ああ、母ちゃんがこっそり書いてた日記だ。日付は15年くらい前だった。あんたと別れた直後の日記だと思う。なんて書いてあったんだ？確か、今更気づいたって遅いのにどうしようとか、正春さんにはもう会えないのにとか、下ろした方がいいのかなとか。確かに意味深だな。まあ母ちゃんの気持ちもわかるよ。あんた、母ちゃんが辞めろって言うのに、組長を怪我させた敵対ヤクザのところに勝ち込みに行ったんだろ。当時結婚まで考えてたのに、それで母ちゃん愛想尽かして出てったんだもんな。まあそんなところだよ。で、じいちゃんとばあちゃんにずっと結婚しろって紹介されてた今の親父とくっついたってわけだ。ってことはよ、あんたと別れて結婚決めた直後に妊娠が発覚したんじゃねえかな。だから言えなかったんだ、きっと。あ、待てよ。仮にお前が俺のガキだとしたら、お前の親父さんは他人の息子がミキコの腹の中にいるって分かった上で結婚したってのか？まあ、そうなんじゃね。いや、さすがにためらうだろう。それだけ母ちゃんに惚れてたってことじゃねえかな。そうなのか？なあ、
ジュンって言ったな。ミキコはどんな母ちゃんだったんだ？どんな？なんつうか、かっこいい母ちゃんだった。かっこいい？困ってる人とか見ると放っておけないみたいでさ、チンピラに絡まれてる人とか強引にナンパされてる女とか見るとバーって言って注意してさ、それで喧嘩になりかけることもあって親父は大慌て。そうか。それで引き受けてくれるのかよ、母ちゃん探すの。言っておくがよ、一応俺はプロの探偵だ。ただで仕事は受けねえ。お前金持ってねえだろ。それなら心配いらねえ。なんだこりゃ、腕時計？親父の書斎から持ってきた。派手な時計だな。いくらすんだこんなもん。だいたい2000万くらいらしいぜ。あ、なんだって？2000万円だ。バカ言え、これが2000万？恵比寿屋に行けば3万くらいで売ってんだろこんなもん。だいたいな、2000万もする腕時計があるわけねえだろうが。お前は社会勉強が足りてねえな。だったら調べてみろよ、時計に会社の名前書いてあるだろ。なんて読めばいいんだこりゃ。初めて見るな、これ。嘘だろう、こんなもんが1980万円プレミアモンとかが。いや、普通にその値段なんだってさ。親父はこんなのたくさん持ってるぜ。これが1980万、しかも定価だと。社会勉強が足りてねえな。なあおっさん、それやるから母ちゃん探してくれよ。いらねえのか？勝手に持ってきたもんだろうが、親父さんに返しとけ。じゃあ引き受けてくれないのか？おいおっさん、どこ行くんだよ。決まってんだろ、ミキコを探す。おっさん。おっさんじゃねえ、カイトウだ。おう、カイトウのおっさん。で、どっから探すんだ。カムロ町って言っても広いだろ。ミキコがよく通っていた喫茶店がある。喫茶アルプスだ。お気に入りだったみたいでな、休みの日はよくあそこでコーヒー飲みながら本読んでたよ。へえ、だったら顔出す可能性あるな。とりあえず当たってみるぞ。よかった、真帆ちゃん。一時期はまたホストにこっそり行ったりしてよ。危なかったもんな。つい出来心で。まったく懲りないんだから。にしても
銀行員か。すげえじゃねえか。地元の大手地銀だって？うん、一般職。親のコネもあったんだけどね。うちの両親、その銀行の超お得意様だから。ねえ魔法、接客もするんだよね。気をつけてね。変な男に気に入られたりしないように。あんた勘違いさせるところあるから。いつだっけ、コンビニでバイトしてた時、おかしなストーカーにつきまとわれてたじゃない。ああ、そんなこともあったっけ。今度おかしな男が来たら私に言いなさい。まさか何かあったら地元まで押しかけてくる気？必要ならね。もうやめてよ、恥ずかしい。お姉ちゃんは過保護なんだよ。私も社会人になるんだからさ、いい加減妹離れしてよ。ホストで借金作るような子だからね。心配するなっていう方が無理だよ。ほら、こないだだって怪しいセミナーに入りそうになってたでしょ。感銘を受けたとか言って。あれは気の迷いというか。ま、真帆ちゃんみたいないい女は脇が甘いと危ねえってことだ。そこはお姉ちゃんを見習いな。カイトーさんありがとう。けどそれってお姉ちゃんもいい女だって意味だよね。あ、それはその、やば、お父さんたち待たせてるの忘れてた。カイトーさんに挨拶しろって言ったのに、外で待ってるって聞かないんだもん。失礼だよね。ああ、マサハルさん、ごめんね。いや、俺こそご両親に気使わせちまったみてえだな。大丈夫、カイトーさんとお姉ちゃんのことは私からも説得しておくから。カイトーさんマジいい人だってさ。なんてったって私は二人の出会いのきっかけを作った愛のキューピッドでしょ。だからこの真帆ちゃんに任せてよ。頼りにしてるぜ。さすがにいないか、母ちゃん。そうだな、見かけたことがないか、分かりそうなやつに聞き込みでもしてみるか。なあ、ちょっといいか。なんすか。最近この女性見なかったか。見てないと思いますよ。よく思い出してくれ。ここ数週間で来たことないか。あー、どうでしょうね。先週俺彼女と旅行行ってたんで、その時来てたらわからないっすね。他の店員に聞いてみてください。店長ならわかるかもしれません。そうか、店長はどこに？さっきまでいたんですけどね。どこかな、わかんないっすね。まあいい、探してみる。なあ、ちょっと。なんすか。10日くらい前だよ、覚えてないか。
常連なんだろ。いや、ずっと勉強してるし、いちいち他のお客なんて見てないよ。いや、そこをなんとかさ、記憶の片隅とかに残ってたりしないか。そう言われてもな。昼寝中か。おい、ちょっといいか。おい、マジで起きねえぞこいつ。なんとかして起こせねえかな。起きろ。起きろ。もう食えないよ、キムさん。ダメか。揺さぶっても起きねえくらいだ。もっとでかい音でも出さないと起きそうにねえな。こりゃあなたは？おはよう。ちょっと聞きたいことがあってな。はあ、何でしょう。俺は八神探偵事務所の海藤ってもんだ。ちょっと人を探していてな。人を？この女性、客で来てなかったか。行方不明らしいんだが、昔よくこの店に通ってた人なんだ。ん？この人を見たのか？見たというか、昔の常連さんでね、確か美希子さん。おお、そうだ、覚えてたのか。ええ、彼女には何度か助けてもらいましたから。ほら、この町は柄の悪い輩が多いでしょ。そういう連中に絡まれた時は彼女がつかつかとやってきて追い払ってくれたんです。そういえばそんなこともあってな。あ、そうか、あなたあの人のたまに一緒に来てましたよね。ほら、いつも窓際の席に座って。消せって言ってんだよ。なんだ。
消せよ。吸うなら外で吸えよ。赤ちゃんいいんだろ。てめえの目は節穴か。うっせえガキだな。しまうぞ。離せやから。おい、このクソガキぶっ殺せ。たく。おい、俺はその子の保護者でな、文句があるなら聞いてやるから表に出ろ。兄貴、このアホやっちまいましょうよ。おう、新垣兄弟の恐ろしさ思い知らせてやるぜ。下のチンピラが二度と来るな。ジュン、人助けは肝心だが相手は見ろ。この町は荒っぽい連中が多いからな。ああ、分かったよ。ところで、お前さっきチンピラの腕締め上げてたろ。あれって。ああ、母ちゃんから昔教わった護身術だ。そうか、ミキコから。いろいろと教えてもらったんだ。母ちゃん趣味で護身術とかキックボクシングとかいろいろやってたから。そういえばミキコ言ってたな。昔親がいないとか言われてよくいじめられてた真帆ちゃんを守るために道場に通ったって。カイトーのおっさん、やっぱ喧嘩強えんだな。ドンドンって、おっさんのパンチまるで凶器だぜ。あれどうやるんだ、教えてくれよ。ダメだ、喧嘩なんか好き好んでするもんじゃねえ。護身術で十分だろ。チェッ、ケチだな。どうもありがとうございます。あのお客はいつもトラブルを起こしていて困ってたんです。おう、気にすんな。ところで、さっきの話なんですけど。ああ、話の途中だったな。店長、ミキコのことで何か心当たりが？ええ、あれは確か10日くらい前のことだったと思います。女性が一人で来店されて窓際の席に座ってコーヒーを飲んでいたんです。どこかで見覚えがあるなと思って、ただあの時は思い出せなくて。でもさっき写真を見せてもらって分かったんです。ミキコさんに似ていたなって。なんだって？ええ、人違いかもしれませんよ。サングラスかけてましたし。店長、
他になんかミキコのことで知らねえか。そうですね。そういえば昔ミキコさん、友達と一緒によくカフェに来てましたよね。その人に聞いたら何かわかるんじゃないですかね。確かキャバクラで働いている友達だったと思いますけど。な、もしかしてモモコちゃんか。そうそう、モモコちゃん。あの人何年か前にうちに来てくれたことがありましてね。チャンピオン街でスナックやってるって言ってましたよ。スナックモモコだろ。昔はたまに顔出してたわ。よし、そんじゃあ次はそこで聞き込みだな。店長、情報提供ありがとな。いえいえ、こちらこそ。今日は助かりました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
しねえな。行こうぜ、ハイドのおっさん。なんか用か？いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。そういえば、カイトのおっさん、気になってたんだけどさ、ヤクザってどうやってなるんだ？なんだって？だから、ヤクザのなり方だよ。おっさんなら知ってんだろ。映画で見たんだけどさ、ヤクザになるには組長と杯を交わさないとなんだよな。お前、まさかヤクザになりたいのか？なんだよ、悪いかよ。当たり前だろ。ヤクザなんかなりたくてなるもんじゃねえ。でも俺はなりたいんだ。なぜ？なぜって。いいか、ヤクザになったらな、銀行口座も作れねえし、部屋借りるのも大変だ。今のヤクザは法でがんじがらめで、しのぎだってままならねえ。悪いことは言わねえ。やめとけ。難しいことはよくわかんねえけどさ、とりあえずなってみなきゃわかんねえだろ。お前、人の話聞いてたか？おい、そこの厨房！やっぱりこの間のクソガキ。知り合いか？ああ、この間のあの頭の赤いバカがホームレスのおじさん殴ってたから追い払ってやったんだ。腕ひねり上げてやったら泣きべそかえてたぜ。お前、そこら中でそんなことしてるのか？おい、チューバー、この前はよくもやってくれたな。やめときな。今度は腕へし折るぜ。クソガキが、ぶっ殺してやるよ。ジュン、下がってろ。おい、お前まさか。おっとっと、たけん、どうなってんだ。おい、てめえ、邪魔すんじゃねえよ。こいつも一緒にやっちまおうぜ。やれやれ、世話の焼けるガキだ。暴れるで。
はい、起きろ。あれ、もしかして俺気絶してたぞ。どうなってんだよ。冷戦でもそんなことあったよな。俺ダメなんだ。ダメ？刃物、あれ見ると頭ん中が真っ白になっちまう。なんだそりゃ。刃物恐怖症みたいなもんか。気絶するとは相当重症だな。昔刃物で大怪我でもしたか。いや怪我っつうか、昔親父がコレクションしてるナイフを勝手にいじったことがあってさ、危ないから絶対に触るなって言われてたんだけど、あの頃はナイフとか憧れてたから。それで？そこにちょうど親父が仕事から帰ってきて見つかっちまってよ。大激怒。俺もカチンと来ていろいろ反論したんだ。そしたら親父、俺の腕を持ってナイフを当てて。まさか切ったのか？うん、ちょっと血が出るくらいだけど。ジェン、わかったか。刃物は人を傷つける。使いようによっては相手を殺してしまいかねない。もう二度と触ろうだなんて思うな。いいか。それで刃物恐怖症に。教育のつもりなんだろうが、やりすぎだな。だよな、あのクソ親父。仕事ばっかしてるからちょっと頭のネジが外れちまってんだ。でもまあ、後で俺が刃物恐怖症になったことを知った時は、やりすぎたすまんって謝ってたけど。そうか。なあ、刃物がダメでもヤクザになれるかな。いや、相手がドス出した途端に気絶してたんじゃ話にならねえだろう。はあ、そうだよな。ヤクザになるならドスくらい扱えるようにならないとだよな。さっきみたいになったらアウトだし、おっさんに助けてもらってばかりだし、情けねえ。ほら、落ち込んでねえで行くぞ。母ちゃんの行方探すんだろ。おう、行くのか。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとう。
ん？よう、桃子ちゃん。あら、カイトさんじゃない。お久しぶり。そっちの子は？息子のジュンだ。え、息子？カイトさん、あなたいつの間に。いや、違うんだ。いろいろと複雑な事情があってね。ミキコちゃんが生きてる？本当に？まだ確証はねえ。だが、カムロ町でよく似た女性が目撃されたらしいんだ。モモコちゃん、ミキコと働いていた時、仲良くしてたろ？なんか、心当たりねえかなと思ってよ。2年前、自殺する前に相談とかされてなかった？特にされたことなかったけど、ただ真帆ちゃんのことはずっと引きずってたみたいだったわ。真帆ちゃんのこと？あれ？知らないの？あれは確か13、4年くらい前のことだったかな。ミキコちゃんの妹の真帆ちゃん亡くなったのよ。なんだって？真帆ちゃんが？嘘だろ。死因は？それが普通の死に方じゃなかったの。放火されたんだよ。殺されたみたいなもんだよ。放火？なんだよそれ。ご両親もその放火で亡くなっちゃってね。ひどい話だよ。あんまりだよね。ミキコちゃんもすごく落ち込んでてね。真帆ちゃんが唯一血のつながった肉親だったから。当時のミキコちゃん、落ち込んだり荒れたりで大変だったのよ。犯人を見つけたら絶対に殺してやるとか言って、そうやって怒ってないとダメになっちゃうような感じで。犯人は見つかったのか？ええ、真帆ちゃんを狙ってたストーカーの仕業だったみたい。放火の後、自分も首吊って死んだんだってさ。勝手に死にやがったのか。やりきれねえじゃねえか。うん、当時のミキコちゃんの落ち込みよったら見てられなかったよ。真帆ちゃんのことはもちろんだけど、ご両親も大恩人でしょ。身寄りのなかったミキコちゃんたちを引き取って育ててくれた人たちだから。それなのに怒りの矛先を向ける犯人も勝手に死んじゃってさ。おい、ジュン、知ってたか？うん、一応。俺まだ生まれたばかりだったから覚えてないけど。そうか。なあ、大丈夫か？ああ、心配だね。調査を続けるぞ。そうか。他に母ちゃんが行きそうな場所ってないか？ねえ、あそこは行ったの？ほら、二人の思い出の場所があったでしょ？ん？どこのことだ？とぼけないでよ。カムロシアター。ミキコちゃんから当時聞いてたんだから。あれ、当時は違う名前だったかしら。ああ、おばちゃん、そこ何の場所だ？カイトさんがミキコちゃんに告白した場所よ。お、マジで？一緒に映画見た後、下の喫茶店で告白したんだっけ。だがよ、桃子ちゃん、あそこリニューアルされて結構変わっちまったぞ。当時の喫茶店ももうねえし。でも思い出の場所であることには変わりないでしょ。今さらミキコがそんな場所に行くか。当時すごく喜んでたみたいだし、カムロ町に来たらふと思い出の場所を見に行きたくなっちゃうかもよ。
そうか。なあ、手がかりねえし、とりあえず行ってみないか。まあ、それもそうだな。相手見てから喧嘩を連発する。そっちだな。
きのすげえな。ちょっと運動になったかもな。行こうぜ、ハイドのおっさん。ん？食いもんでも持ってんのか？おお、カイトのおっさんの分もあるぜ。ほら。そんじゃ、いただいておくか。なあ、どうすんだ。まあとりあえず中で聞き込みだな。といってもミキコがカムロ町で目撃されたのは1ヶ月くらい前だ。今いる客に聞いたところで
目撃証言を得られる可能性は低い。だったらどうするんだよ。今いる客に聞いて意味がねえなら、1ヶ月前からこの場にいそうな奴らに聞いてみるのさ。そんな都合のいい奴いるか？とりあえず探すぞ。ちょっといっそ、なあちょっといいか。この人を探してるんだが、最近見かけなかったか？ちょっとわからないですね。そうか。いらっしゃいませ。強そうだな。
兄ちゃん強そうだな。通らせてもらうぜ。あんたらちょっといいか。何です？ちょっと人を探しててな。ここ一月くらいの間にこの女性を見なかったか？綺麗な人ですね。でもちょっとわからないな。俺もいつもここでタバコ吸ってますけど見てないですね。そうか。お兄さん、なんならそこのカフェの店員さんに聞いたら、いつもカウンターにいるし、あそこからならホールを通る人も見えるし、見てるかもしれませんよ。そっか、サンキュー。なあ、ちょ、誰でしょう？俺の母ちゃんだ。行方不明なんだ。1ヶ月くらい前にカムロ町で目撃談があったんだ。カムロシアターに来る可能性があってな。見てないか？ちょっとわからないですね。そうか。あ、でもあの人ならわかるかも。誰だ？カムロシアターでずっと働いている掃除のおばちゃんです。お客さんの顔とか覚えるの得意なすごい人で。へえ、
その掃除のおばちゃん、今どこに？さっき屋上に向かうのを見ましたよ。屋上か。わかった。ありがとな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。掃除のおばちゃんらしき人は見当たらねえな。もうどっかに行っちゃったのかな。ミキちゃんどこ？どこ行っちゃったの？なあ、あの子迷子かな。ミキちゃんって言ってたけど。ミキ子のことだってのか？まさか。一応聞いてみようぜ。他に手がかりもねえし。お嬢ちゃん、ちょっと聞きたいんだが、今ミキちゃんって言ってたよな。うん、迷子になっちゃったの。迷子？私の猫。猫？なんだそうか。君一人？お母さんやお父さんは？お兄ちゃんが下にいるよ。ミキちゃん探してくれてる。親切な掃除のおばさんもね、一緒に探してくれてるんだ。掃除のおばちゃん？なあ、その人どこにいるかわかるか？隣のビルの方に行くって言ってたよ。隣のビルっていうとミレニアムタワーの方かな。なあカイトーのおっさん、この子の猫も探してやろうぜ。なあ、ついでに探してやるか。見つけたら教えてやるよ、お嬢ちゃん。うん、ありがとう。
しゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。おばちゃん、ちょっといいか？うん？何かしら？あら、あの猫、あんなところに。多分ミキちゃんね。ああ、ミキちゃんって女の子が探してた猫か。あら、あなたたちも探してあげてたの？なんとか捕まえてあげられないかしら。ああ、いや、一応猫も探してたんだが、それとは別にちょっと聞きたいことがあるんだ。それは後でね。今目離したらミキちゃんに逃げられちゃう。なあカイトのおっさん、さっきの女の子困ってたみたいだし、先にあの猫を捕まえてあげようぜ。そうだな、おばちゃんも猫のことで話聞いてるどころじゃなさそうだし。なあ、ジュン、あの猫をなんとか下ろせねえかな。猫じゃらしでもあれば飛びついてくるんだけど、もしくはボールとか。猫って動くものに反応するだろ。なるほど、動くものか。そいつを猫のいるところに近づけられりゃなんとかなるかも。おばちゃん、ちょっと人を探しててな。写真を見てくれるか？かわいそうだわ。え？あの女の子泣いてたの。ミキちゃんがいなくなっちゃって、車にはねられて死んじゃったかもって泣いてたわ。早く何とかしてあげなきゃ。まあそうだな。かわいい、あの女の子泣いて車にはねられ、まあ、したぞ。カイトのおっさん、ナイスだぜ。あ、ミキちゃん。おばちゃん、ちょっといい？はい、何ですか？俺は八神探偵事務所の海藤ってもんだが、ちょっと人を探しててな。この女性だ。綺麗な人ね。誰？俺の母ちゃんだ。行方不明でさ。まあそうなの、かわいそうに。最近カムロ町で目撃談があったらしいんだ。カムロシアターに縁のある人だからここに来たかもしれねえ。おばちゃん、ここで働いてるなら見たことないか？私はここで働いてもう4年になるけど、最近は見てないわね。そうか。
あれ、そういえば。ん？何か思い出した？そうよ、あの時の写真。写真？1年半くらい前だったかしら。男の人がね、よく似た人が写った写真を持って聞いて回ってたのよ。ちょうど今のあなたみたいな感じで。男が？それも1年半も前に？なんだか深刻な様子だったわ。母ちゃんが失踪したのは2年前だ。その半年後に聞き込みしてたってことは、どういうことだ？おばちゃん、その男どんなやつだった？何を聞かれた？何しろ1年半も前のことだからね。でもどうした？その人に連絡先のメモをもらったんだった。もし何か思い出したら連絡してくれって。なんだって？そのメモはどこに？どこかしら。多分家のタンスに突っ込んであると思うけど。おばちゃん、仕事が終わってからでいいんで、そのメモの情報連絡してもらえるか？謝礼は払うからさ。連絡先はここに頼むよ。いいよ、今日はもう上がりだから帰って探してみるわ。おばちゃん、頼んだぜ。坊や、お母さん見つかるといいね。それじゃあね。ジュン、一旦事務所に戻るぞ。ああ。あれ、お前確かバトー探偵事務所のカイト。なんでてめえがそのガキといる？ジュンは俺の依頼人だ。お前らこそ何の用だ？ジュンを知ってるのか？カイトのおっさん、こいつら誘拐犯だよ。誘拐？昨日からなんか俺のこと突き回してきやがってさ。うちの親父超金持ちだから身代金要求するつもりなんだ。悪い人じゃないからついておいで、好きなゲームを買ってあげるよって。手口が古いんだよ、バカだろお前。んなとこら、兄貴はバカじゃねえ。そうだぞ、バカはてめえだろクソガキ。うるせえぞお前ら、余計バカに見えるだろうが。お前ら見境がねえな。脅迫の次は誘拐かよ。探偵のやることじゃねえだろう。黙れ、仕事の邪魔すんじゃねえ。そのガキをよこせ。この子は俺の依頼人でな、連れ去ろうってなら容赦しねえぜ。クソが、商売の邪魔ばかりしやがって。おい、やっちまえ。やらせてもちぎってや。おらちぎってや。おらちぎってや。Yeah!
今時身代金目当ての誘拐なんて成功すると思ってんのか？そうな。おっと、動くんじゃねえぞ。俺たちの作戦勝ちだな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございます。誰もいねえか。なんだこの荷物。これか。こりゃこれか。
お、これか。お、になっております。バトさんの事務所ですね。どうかされましたか？なあ、実は引っ越し先の住所がわからなくなっちまってな。まだ新しい住所を覚えられてなくて。ああ、そういうことありますよね。ちょっと待ってください。お調べしますので。おう、頼むよ。占領通りのようですね。番地はちょっと待ってくださいね。
俺はガキの様子を見てくる。お前はここをしっかり見張っておけよ。よし。Okay.
なんだ。
あ、なんでここが。名探偵だからだよ。てめえ、いつの間に。順は返してもらうぜ。こんなこともあろうかとな。今日は特別ゲストを呼んでんだ。特別ゲストだ。不動さん、こいつが前に話してた怪盗の野郎です。やっちまってください。なんだこいつ。元近江連合の三次団体武闘派組長不動さん。近江連合が解散して仕事探してたみたいでな、うちで用心棒として雇ったんだ。殺しの不動といえば関西じゃ誰もが震え上がるらしいぜ。カイト、運が悪かったな。いくらてめえが腕が立つと言っても不動さん相手じゃイチコロだぜ。カイトのおっさん、こいつかなり強そうだぜ。大丈夫か。問題ねえ。お前登場界のヤクザやったらしいな。随分と昔の話だ。今はカムロ町のしがない探偵さ。そんわけはお前のせがれ。いや、こいつは。ああ、息子のジュンだ。そうか。なんや知らんけど、こっちも仕事選んどったら飯食えんねえ。本気で行かせてもらうで。せがれの前で恥かかされても恨まんこっちよな。遠慮はいらねえ。かかってこい。さあ、こっちやらせてもらうぜ。おら、カイトのおっさんだ。おいおい、タフな野郎だな。さすが不動さんだ。おっさんだってこっからが本番だっての。絶対負けねえからな。不動さん、カイトを言うとな。あ、せがれ持ったな。わしにもこんくらいのせがれがおる。わしの言うことなんざ聞かんけどな、今日はそのガキに免じてここまでにしといたる。あ、なったらなりふり構ってられねえ。カイト、悪いが死んでもらうぜ。俺たちはどうしてもそのガキが必要なんだよ。カイトのおっさん、罰
線で合流だ。何？おい、てめえ、ついてくるんじゃねえよ。え、何のことですかね。俺のことつけてきてるだろうが。ぶん殴るぞ、こら。ひひひ、殴るですって。おまわりさん。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。Alright, y'all, I'm gonna end the video here, man. That was freaking fun as hell, man. I miss this game so much.This is the reason why it's one of my favorite games of all time. It's definitely probably was my game of the year last year between this and Persona 5 Strikers. Yeah, definitely over Tales of Arise. I just beat Tales of Arise recently. It was a good game, but I don't think it matched up to those games, to the games I just mentioned. But yeah, man, Kaito's got some funny stealth skills. And then the Fudo guy we just fought, what was his name, Fudo?The boss we just fought a while ago. Dude, I like the references off the original Judgment. Does this game take place after the end of Lost Judgment? Because it seemed like Fudo was out of control before, right? Wasn't he like... He said he didn't want to ruin more families. So does that mean... Does that mean it's after Lost Judgment? I think it is, because Fudo wasn't like that before.Before the end of Lost Judgment, right? Like, before he did the school stories thing, I mean. So I'm assuming this is when Yagami beats all the school stories then. Because, yeah, I don't remember him being like that. Like, being that respectful now, you know? Because, yeah, this Fudo's kid did leave him, the boxing kid, right? So, yeah, I forgot his name, but yeah.
What else is there? Yeah, I just like how the, like the story direction right now, bro. It's off to, it's really off to a strong start, bro. Like, I don't know how many chapters are in this, but I don't know. It might be a little shorter. It's definitely gonna be shorter than the actual game, you know. But I mean, this feels like it could be a long one, you know. Like, I'm having a blast with this right now, man. It's crazy. Like I just feel for all the characters, even though like their screen time hasn't been long. Like, I actually like feel for them. For example, Mikio, what's her name again? The girl we're trying to find, Mikio. Like, her sister passed away. That's freaking wild, man. I felt that, even though like she didn't, that her sister didn't have a lot of screen time. I felt that because, like, you know, she did seem like a nice girl, just graduated college and stuff, you know. Like, she was about to live her life, like a good life for a long time, like live her best life, you know. But then something happened shortly after that, and that's, I felt that, dude. I honestly felt that. But yeah, this game really makes you feel for the characters. Like, I feel for the kid already. Like, the kid we're with, like, who might be my son, but might be Kaito's son. Like, he has a unique character too, because he's scared of knives and stuff, you know. Like, you, man, like, the characters, man. Damn, I don't know how the heck RGG Studio does this, man. They always flesh out the characters pretty well, man. But all right, man. Like, this, yeah. It definitely feels like they came to life, you know. But yeah, all right, y'all. Damn, I always praise this game every time I finish like a crazy episode, you know. Like, even a lot like the original game, you know, original story, like, bro. But this is already only chapter 2. I don't know how many chapters there are, but yeah, I'm assuming there's like 5, 6, 7. I want to say 7. I don't know, bro. I honestly don't know how many chapters are gonna be, but it seems pretty long for dang DLC. So, all right, man. I'm gonna end the video here. I was supposed to end this video a while, like, at least I was just gonna do like 2 hours of gameplay, but ended up doing a lot. So, all right, y'all. Yeah, I'm gonna end the video here. So, if you guys made sense of this video, man, leave a like, enjoy, share video, subscribe, new, comment down below. And yeah, man, peace out.